というわけで、デヘヘバレーに再び戻ってまいりました。あ、気づいた方いると思うんですけど、パソコン変わりました。もう配信の画面が変わる、配信じゃねえ、録画の画面が変わってますね。はい。というわけで、今回からこのレイアウトでやっていきますんで、よろしくお願いします。音声バランスもしかしたら、ちょっと、またミスってるかもしんないな。いいのか、そんな実況で。あ、砂族が。オーノー！ちょっと待って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 、ああ、この前の砂族がアルビンに変わってる。ね、なんか影の人みたいになってるけど。じゃあ、まあ早速、ちょっとラッキーパンチといきましょうや。ワンパンできんのか。エライフォースが強すぎるんだよな。B、A、B。はい。B、A、はい、せーの、B、よいしょ !188。まあこんな感じで取れてるか心配だぜ。おありますね、スタービーズのかけらがそこにね。落ちたデヘヘバレー、まずはこっちに行けということで、まあ流れに沿ってデヘヘバレーのね、スタービーズが目に見えます。取りましょう早速。よっしゃ、というところで、おお、おお、空から降ってきてドアにぶち当たったらこのかけらが、そうに違えねえよ。おかげでドアが壊れちまったぜ。ひでえことしやがるぜ。よよよよ、にしてもこのかけらやけにピカピカしてねえか。まあ、スタービーズのかけら、守り星ですよ。守り豆か。あー、持ってかれちゃった。自分たち二人を死に目に持ってかれてしまいました。聞いて驚け。この名はな、世界に名だたるあのヴィンテージ号だぞ。みんなゲラゲラそうだぞ。あ、ゲラゲラそうだったんだ。これゲラゲラそうだの運搬してたんだ、この船って。へえ。それを知ってればもっと早くね、豆の地を元に戻ってたのに。おお、ダリア、なんでこの船は砂漠にあるかって、それはお前、あれよ。つまり、それなら、うん。この船はな、沈没したってことよ。いやいやいや、砂浜にあの日。沈没してから長い長い時間が過ぎて、いつまにか海の底は砂漠に変わっちまった。お前死んじゃったじゃん。俺たちもほれ骨だけ、あははあははじゃないでしょ。何楽観的に。ああ、キラキラ豆があんなところに、ちょっと通して。おお、この先はすぐこれぜ。ハリアにはこの船のメンバーズカードが必要だぜ。メンバーズカードない？メンバーズカードが欲しけりゃ何かこれに役立つことやってみせるんだな。と、なるほど。ん、なに？あ、俺にはこんな頭脳濃度向かない風。あれ、ウフ村？ウフ村の住人いたけど。田舎村アルバイトは困るんだ。一人が誰か困ってたんだ。はい、アルバイトします。これがメンバーズカードを手に入れるもんかな？うわあ、ミニゲームかー。あの、リトルキノコでもあったタイプのミニゲームだ。パズルゲームっすね、これ多分。タルタルか。じゃあちょっと説明聞きましょう。これ結構ね、難しいんですよ。同じ色のタルを縦か横に並べて、あの、パズルゲームなんだよな。はい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 。これを、十字ボタン。マリオは横、ルイージは縦ですね。タルの動かし方、A を押しながら上下。あの、縦はマリオです、簡単に言えば。縦方向はマリオが担当します。で、横方向はルイージが担当する。これ難しいんだよね。横方向ルイージ。両方 A でできる。やってみるか。俺パズルゲーム苦手なんだよな。でもテトリスできるから大丈夫。じゃあ横に並べる。だから、ちょっとね、こういう頭脳労働系と。まあこういうふうにね、あの、かなり広い目にやってますけど、私。よし、無言になれた。割とこれは無言になるぞ。よし、で、赤が増えてきたね。で、OK。
張ったぞ。割と頑張った方なんだよ。これでも。おお、すげえ、なかなかいるな、お前たち。よかった。なんとかいけた。割と苦労した。これでメンバー扱うとくれるんだからな。結構割と、良心的ではあるんだけどね。心は折ってくるけどね。じゃあ倉庫のメンバーズカードを見せて、これで倉庫に入れますね。顔パスで通してやるぜと。さあ、倉庫に行って、スタンビーズが中にありますね。このピカピカゾーンを持ってきたはいいが、くれくれ。おう？何？うん。このピカピカはスタンビーズのかけらだって？うんうん。しかもおめえらこいつを探しにここに来たくて？うんうん。うん、そうか。そんなにこいつが欲しいか。まあ、こんなもんくれたってもいいけどよ。でも、こいつのおかげで船の動画壊れたんだぜ。大事な方が壊されてんだ。ただではさせねえな。よっしゃ！この先にビリーの野郎。ああ、もうなんかハマってますね、上側に。このビリーなんかね、船員に話を聞くと、酒の飲みすぎで太っちゃったらしいですね。壁から出してやってくれよ。どうやって出そうか。じゃあ、はて。ゲラゲラソーダを飲みすぎて、まあ、こうなったと。じゃあ、どうやって壊せばいいんだ？爆弾。壁を壊せる爆弾があると。だから、ハンマーで、ポカンじゃダメなんですよ。ちょっと、ハンマーそもそも振らせてくれないですけど。この青い床、さっきなかったよなぁ。ああ、爆弾だ。爆弾落ちてきたけど。え、じゃあもうこんな爆弾もさ、もうさ、火つけるしかないよね。ファイヤー。いや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 。うわぁ、え？ああ、壁壊しちゃったからね。どうなの？この砂に埋もれた。そうか、ビリーがもう要石みたいになってたのか。ああ、スタンビーズどうなった？スタンビーズこと言ったぞ、これ多分。おー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 、砂漠の中を突き進む船と化してしまった。なんか船員たちにとっては嬉しいんだろうけど、俺たちにとっては悲しい。ムーム、どうしたことだ？せ、船長、海です。本物の海です。おお、ついについにヴィンテージコロ復活か。岩あるけどな、ぶつかったけどな。あー、沈んだけどな。転覆しちゃったよ。わかりやすく。いやいやいや、スタンビーズごと言ったわ、これ。ヴィンテージ号6の目にあんねえなんじゃ。あー、スタンビーズが上に、マリオとルイージが、あー、上に行っちゃった。じゃあ、あれ追いかけましょう。再び海のステージになっちゃったか。ヴィンテージ号の船員たちが、みんな生き埋めになっちゃったのか、これもしかして。なんか、あんま知らんやつやけど悲しい。うわ、ぷくぷく。うわ、いよいよ出てきたな、海の敵。なんかいるぞ。なにこいつ、タコの枕。ぷくぷくと新しいな、タコの枕っつうのができたけど。誰やろう。ちょっと人起こししてみるか。はい。えい。イエーイ。せーの。はあ。エーミン。ぷくぷく気になるな。この世代ようやくトゲぷく。あ、トゲぷく、トゲあんのこれ。これトゲ判定なの。まあいいけど、やることは変わらんよ。はーい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 、よいしょ、はーい、よいしょ、せーのって、よいしょ。ラッキーヒッツ238、壊れダメージだな。なんか変な星いる。この回したいな、スピンで。ちょ、邪魔邪魔邪魔、どいて。なんやなんや、スタチュー。ええー、
スタチュー。こりゃどっかの星が泣きますわ。こりゃどっかの星泣きますよ。あいつはスタッフィーって言うんだけどさ、スタチュー。なるほどね。確かにスタチューだわ。さあ、あの、なんか起きてるや、なんか寝てますけど。エビビエ。はい。ほい。二人まとめて、一斉に。ワンパンできちゃうからね、このあたりは。ブラザータックが強いってことよ。お、またなんか南の島っぽいとこ来ましたね。ヘラヘラ軍か。あら、なんか誰、奥さん知ってる、マメッコ王子の。うわっさ、知ってますわ、私台本ですもの。なんでも探し物始めし飛び回ってるとか。そうそう、マメッコ王子も大変ね。この辺りもやってこないかしら。うん、残念ながらヒゲの親父がやってきたけどな。何？おお、そこどいてー。何、おお。ニュースよ。すんごい朝ゲットしてきたのよ。あら、それはどっから光る豆が流れ着いたとか、それを宿郎さんが拾っていったという噂じゃなくて、違うわ。宿郎さんがその豆を貝殻に飾り付けて、クリスマスツリーみたいな。今日は12月24だ、収録。今日の収録が12月24でさ、俺クリぼっちしてるからさ、すげえ、なんか今ね、寂しい気分送ったわ。お、見ようぜ、12月24の収録らしい。見て、クリスマスツリーみたいになってるのか、見よう、クリぼっちには、あの、クリぼっちに優しい実況だわ。見よう、早く見よう。クリスマスツリーがあるんだって、クリぼっちに優しいな。このゲーム、そんなクリぼっちに優しい仕様だったのか。どうなってんだ、早く見させて。さあ、なんですけど、先に進めなかったんですよね、その遅くには。ということで、クラゲ姉妹のリラクゼーションルームというところにやってきました。ん？俺じゃ、エレンちゃんとガントンちゃんが目撃じゃろ。かわいいな、こいつ。あら、素敵なおひげね、いらっしゃい。ここは疲れた心とかを癒す、リラクゼーションルームです。ミラクルハンドの美人姉妹が優しくマッサージ。あ、刺した、今刺しちゃったじゃん。100コインで、うん、めちゃくちゃありますね。はい、よろお願いしましょう。はい、大丈夫です。めちゃくちゃ金あるんで問題ないっす。余ってるんで、もはや。じゃあ、リラクセーションルーム。まあ、ちょっとね、まずはね。あー、ルイージ。おー、こうしてみると意外と可愛いじゃない。いらっしゃいだわ、私エレン、よろしく。さあ、どこが疲れたの、私に見せてちょうだい。そして私ガントン、私にも見せてちょうだい。ルイージの方がくつろいでんな、パッと見。そんな、こんなになるまで。ああ、あなた、あなた。どうやらあなた、そう、すっごく、手が、とっても疲れてるみたいだわ。手、まあ、ハンドパワー使ってるからね。こっちのあなたも手が異様に疲れてるみたいだ。まあね、そうだね、ブロック叩いてたりするからね。早速、私たちのミラクルハンドで優しく盛り込んであげているんだわ。おお、あ、ファイヤーが、おお、なんてこと、あなたファイヤーハンドマスターしてるんだわ。ああ、わあ、こっちはサンダーが、おお、なんてこと、あなたはサンダーハンドマスターしてるんだわ。あなたたたものではないわね。あなた、私たちちょっと興奮、ミラクルハンドのテクニシャンとしてあなたたちを無視できないわ。そうなんだ、無視できないんだわ。それに、あなたたちはハンドラは、あれを手に入れることも。さあ、というわけで、定期的によくある、なんか新しいアクションのチュートリアルですね。まず、緑のあなた。はい。さあ、新しい、くっつき。はい、くっつきです。B ボタン3パッポン。ちょっとすごいことなってる。すごいことなってる。爆発で B ボタン離す。そうすると、二人とも同じ方向な、並列移動っていうんですかね。そういうのができます。はい。まあ、どっかで使えます。あんまなんかインパクトないですけどね。背中に、驚くように、しびれるように、ビリビリと電撃を流してあげるのがポイントよ。どうかと思うけどな、それも。背中で物を押したり、横向きで歩いたりできる。そうね。まあ、どっちかというと、もう片方がすごいんだ。というわけで、くっつき。サンダルって言って、この状態で、ね、こうやって移動できるんですね。背中からさ、当たるってどうなのよ。
もう片方がすごいんだこれ。はい。書いてあんなダッシュって。まあ確かにそうよなみたいな感じなんですよ。ダッシュ、これは簡単に言うとマリオがこう、ルイージにやることになると、あっひゃはーこういう、そう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 、あまりの速さに、あの熱さに飛び上がるんですよね。どうかと思いますけど、これまあこんな感じです。これを使うことにより、まあ鉄球とか重いものですら至近距離ならぶつかって押すことができるんですね。まあこれを覚えておくと、今までちょっとできなかったとかいけなかったとかいけるようになります。というかもうこれ全てです。これよく見たら下画面もう出てるアクションはこれで全てですね。いよいよ使えるアクションが全てになりました。おーエレン、細かいこと一つ忘れてるわ。なんだ、あーそういうこともできんのか。で、あとはチュートリアルですね。教えた技を使って2つのパール豆を取ってきてもらうわと。もし嫌だと言ったら技の主題として10万コイン払ってもらうんだわ。おおうーん、10万コインか、8500だったわー。